大の空列山はフレイザードを捕らえていた。勝敗が決したかに見えたその時、魔影参謀ミストバーンが現れ、大たちの前に立ちはだかる。自らを暗黒闘気と化したフレイザードは執念をみなぎらせ、再び大に襲いかかる。大とフレイザードの最後の戦いが始まる。ドラゴンクエスト大の大冒険、今すべてを切る。大冒険は続く。